64。今日はずっと前からやりたかった例のゲームをやります。任天堂春星のカービィのゲームとか、64のスマブラもこの会社が作ってた気がしますね。ジャック&ビーンズ、ジャックと豆の木、童話です。まあ、右手にカメラを持っているとは画質限界画質すぎる。大丈夫これ。最近スイッチのゲームしか やってなかったからさ、急にこういうの来られるとさ、お、その時、脳内に電流走る。これは例のポケモンですね。ネタバレになるんで、名前出すのは控えさせていただきますけど。お、しゃがみ込んで、撮っていると。これしゃがんで写真撮る意味ってあるのかな？隠れてるわけでもないのに。この体勢で写真撮るときって、コミケとかに行ったときに、エチエチなコスプレイヤーを、エチエチな写真撮るために、まあ、やるものだと思ってたけど、まあ、この主人公はミユに対してそのような感情を抱いてる可能性があると。画質がなぁ。これ動画見てる側大丈夫か？ということで今日ポケモンスナップをね、やっていこうと思います。もちろん初めから。過去のデータなんていらない。全部消していきます。あー、最初に名前入力するパターンね。やばいこれ。バロリンにしようとしたんだけど、画質が荒すぎて、どっちがバでどっちがパかよくわかってない。ま、さすがに上かな？コードネーム、バロリン。これでいきます。おは、終わり。大木博士じゃん。よく来たのえ、声めちゃくちゃ若くない？多分、石塚さんが声優の大木博士だと思うんだけど、このゲーム発売したのが1999年で、同じ石塚さんでも結構差があるように感じてしまいますね。ピッピカチュー。今、大木博士の真似したつもりなんですけど、何点かコメントに書いておいてくれると嬉しいです。わしがポケモンの研究で有名な、あの、大木博士じゃと。まあ、今回君に来てもらったのは、わしが今作っているこのポケモンレポート。これに載せるポケモンたちの写真を君に撮ってきてもらうためなんじゃよと。ここポケモンアイランドはいろんなところにポケモンたちが住んでおる。そこでわしが発明したゼロ暗号。知らなきゃいけないことは、どうやら1と0の愛。これに乗って出かけてくれと。ゼロ暗号はこのゴールゲートに向かって勝手に進んでいくんじゃ。今の話をもう一度聞きたいから。いや、いいっす。まあ、簡単に言うと、ゲームタイトルにもなってるけど、ポケモンの写真を、撮っていくゲームですね。では写真の撮り方は最初のコースで教えよう。はい、ということでやっていこうと思います。天才写真家の歴史的幕開けを見逃すな。コースビーチ。まあ、ビーチって言ったらエチエチな姉ちゃんもいると思うんで、不審者と間違われないよう気をつけてね。エチエチな姉ちゃんの写真、あ、じゃない、ポケモンの写真をまとっていこうと思います。で、ポケモンスナップ自体は、まあ、やるの初めてではなくて、自分が小学生の時に一回、こういう配信活動を始めてから、ニコニコ生放送で一回やったことがあるんで、やり直します。堂々収めることができなかったので。反射神経のゲームなんよ、これ実は。意外とね、スローライフ系のゲームだと思われがちなんだけど、反射神経も要求されるんで。で、ここで出てくるから、ちょっと絶対、絶対、絶対、オッケー！落とさないようにして、まあ、ゲームとしてはこんな感じで、ポケモンの写真をたくさん撮ってって、あ、かわいいね。こっち見て、ピカチュウ。ピカタン、ピカタン。ゴールすると、大広が自分が撮った写真の点数を判断してくれるんで、まあ、それで高得点を狙っていこうっていうのが、まあ、基本的なゲームになります。バタフリー？バタフリー？こっちこっちこっち。え、ちょ、ラプラスいる、ラプラスいる、カービィー、ふぃー。まあ、こういう感じで、消えたし、なんかラプラスってなんかレアポケ感あるよな。あ、カービィがいる、寝てる、かわいい。でも、ハテナになってるわ。これなんかアクション起こすと起きるようになるんだけど、多分ストーリー進めないとダメなんで。あ、いびきもかわいいね。エチエチだね、おちりも。ので、いや、起きるこれもしかして、バタフリーのあれで。あー、なんかバタフリーがなんかし起きるってわけだ。ちょ、ね、ニャースの、ニャース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 、オッケーオッケーオッケー。ニャースの鳴き声聞こえたんで、まあ、どっかいるかなと思ったけど。まあ、こうやって音もね、結構大事なゲームになってきてます。ここに草むらが茂ってる。あー、いじめられてんだけど、ポッポ。海に。なんか駆け落ちしてるんだけど。二人。え、ラプラスいる、ラプラスいる、ラプラスいる。あ、これラプラスあれだ。なんかいっぱい写真撮ると、なんか、え、ちょ。激写激写激写。顔しか出ねえ。全体撮りてえ。全体撮りてえな、ラプラスの。バタフリー。あ、フィルムの数がね、60枚しかないから、あんまり撮りすぎるとね、最終的に写真撮れなくなっちゃうから。
60枚しか撮れないって。 4GB の iPhone かよ。あ、ポッポ。また、またいじ、な、やラプラ剃った、今今ラプラ剃ったな。え、ガルーラいる。親子愛ガルーラ。うえ、ラプラスいる、いっぱいいる。ラプラス取って、ガルーラこっち向いて。やばい、3、あと3枚しか取れない。ちょちょちょ、足りねえ、足りねえ、足りねえ、ガルーラこっち向かんし。足りねえよ。4GB の iPhone だから。ポッポー。あー、またか。いじめられてる草。あはは。ちょ、写真なくなったんだけど。いや、これ本当は、ゴールがあるんだよね。でも写真撮りすぎて強制ログアウトさせられた。まあでもいっか。楽しすぎて激写しまくった。で、最終的に、こうやって、自分が撮った写真を大木野に採点してもらうんよ。じゃ、自分が撮ったいい写真を選ぶか。いや、まずこれは入るじゃん。似ちゃってるニアス。これは決定。ラプラスどれがいいんだろうな。綺麗に写ってるやつがいいよな。あー、なんか、微妙だ。全部微妙だ。これが一番マシな気がする。これ、ポッポが、ニアースを追いかけ回してたじゃないですか。だから、仕返しで、最終的に風起こしでニアースをいじめてるみたいな。そういうストーリー背景があると思ってるんだけど。神速の堂々。で、これ写真を1ポケモンにつき1枚ずつ選んでいくわけなんだけど、後ろ向いてるから微妙だろうな。まあ、一応選ぶけどさ。ちょ、これで、博士のじいちゃんに点数をね、測ってもらおうと思います。さてと、俺の写真家としてのセンスを測ってもらいますかね。どうどう。大きさはどうかな。440。これが高いのか低いのか。わからん。久しぶりにやるから点数がどうかわからん。テクニック。ポケモンが写真の真ん中に写っておる。得点を2倍。あー、まあ、こうやって点数を重ねていくんだよね。素晴らしい！ピカチュウ。これも真ん中に写ってるからいいんじゃないですか。大きさ660、ポーズ750、テクニック。真ん中に写っておる2倍。真ん中に写ってると基本的に2倍になるっぽいね。バタフリーでもこれ真ん中写ってないから微妙だろうな。おっと。おっと。おっとっと。写真の真ん中に収まっていないんで。あー、微妙だったと。ニャースはこれ真ん中に映ってるからいけるくないか。しかも、似ちゃってるし。お、1000点めちゃくちゃ高い気がする。やっぱ顔が良かったのかな。で、真ん中に映ってる2倍、2980。結構高いんじゃね。で、ラプラスはどうっすか。大きさは410、まあまあ。で、真ん中に映ってるでしょ。ゆったりしたポーズ1000点きた。テクニック、真ん中映っている2倍、はい、来たー。え、なんと他にもラプラスが映っているじゃないか。後ろにね、ラプラスの群れ。ラプラスに乗って、3000点は、初めてから最高レベルですね。ガルーラは後ろ向いてるから低いだろうな。あー、だよね。だよね。惜しいの。ポップはこれ、風起こしポップ。はい、来た。え、これだけで500点の価値がある。はい、大きさ250、ポーズ350。あら、真ん中に映ってないからな。あ、真ん中映ってるんかい。これも真ん中映ってる判定になると。なんと他にもポッポが映ってるではないか。250点くれる。2450か。でもラプラスが今のとこ一番高いな。実はな、おー、レポートの得点14470。これどうっすか。やったー、やったー。トンネル、新しいコースが追加されました。暗くて長いトンネルだ。昔発電所があったところか。ドキドキするなって感じで、まあ、ポケモンの写真をたくさん撮ってくと新しいコースがどんどん追加されてって、まあ、いろんなポケモンの写真撮れるようになるよっていう、まあ、そういうゲームなんですけど、発電所早速行きますか。発電所っていうとね、電気タイプのポケモンが多いイメージありますけど、ピカチュウ、どこにでもいるな、こいつ。あ、これね、俺覚えてます。これで写真撮ると、ピカチュウがどんどん動いてって、こうやって、ま、もうちょっともうちょっと、かわいいかわいいかわいい、もうちょっと、ええ感じの、ええ感じの写真、ええ感じの写真。爆発してもうてます。マルマイン爆発して持ってます。黒焦げになって持ってます。でも眉毛は毛根が太いんでしっかり残ってます。まあ、エレブいる。あ、マルマイン多くね？やばいよ、ここ。あ、こけ、こけ、こ、あぶね、取れた。いやー爆発してます。まあ、エレブも、ピカチュウも防御取得値低いんで、大爆発結構ばっこりダメージ入ると思うけど。なんか事故起きたら街一個吹き飛ぶぞ、これ。コナンの扉じゃん、これ。開いていく。ズバッティー！うわ、ズバッと取れんかったな。
いや、不意打ち、あ、コクーンいっぱいいる。あ、取れんかった。いや、俺反射神経のゲームなんよ、マジで。そう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 。360、お、卵あるね。360度しっかり見渡しとかないと、取り損ねるんだよね。なんか変な音するわ。え？おお、ああ、これゴースじゃね？見えないです。姿捉えられません。もしかしてスコープいるやつ。で、次進んでって、エレブーが壁ドンしてます。エレブー壁ドンしております。ピカチュウいる。どこにでもいるな、こいつ。あ、ディグダ来た！いや、ちょっと、ディグダ。ちょ、もう一回。出てこい、もう一回。むっくり。オッケー、取れた。まあ、今のはちゃんとしっかり取れたやろ。で、このままゆっくりまったり進んでって、あのエレベーたちは、なんで一生壁を叩き続けてるんだ？あ、ビクッター、これがさ、トドグラーに見えた。え、めっちゃこれトドグラーに見えるくないか。取ったら、さすがにないか。トドグラーとか出るかなと思ったけど。地面からなんかにょっきり生えとります。気持ち悪い。なにこれ？あ、やばい。音が気持ち悪い。コイルじゃん、これ。え、コイル取れないんだけど。なんかハテナになってるわ。え？石になってます、コイルが。どうやったらこいつら元戻せんの？やばい、写真があと8枚しかない。え、どうやったらこいつら元戻せんの？答えてくれよな、コイル。お前はどうやったら目覚めてくれよ、コイル。答えてくれ、俺の声。いや、今一瞬普通の色戻ったな。え、あの一瞬を激写しろってこと？さすがにタイミング無理くないか？うわぁ、いろいろとなんか悔しさが残る一周だったなぁ。まあ、こんな感じのゲームになっております。とりあえず写真提出するか。やばい、ピカチュウの丸マインの写真がさ、なんか微妙な写真しか残ってない。こっち向いてないんだよな、丸マイン。これ、爆発した丸マインとかいいんじゃないですか？これ、こいつちょっと一回点数審査してもらおう。エレブーもさ、なんか後ろ姿、いや、この死んでるエレブーでいいや。こういうやっぱ死んでる瞬間も収めて提出していくのが我々、ポケモンの生態を研究するものとしてね、大切なことだと思うんで。あ、ズバッと取れてるわ。危ねえ、取れてた。で、ピカチュウ、このぼっちピカチュウ提出します？あ、これあれか。弾だったけど、写真、で撮るとちゃんと収まってんのか。ゴースト、はい、さっきまでは映ってなかったけどね。カメラには映るよと。心霊写真みたいな感じね。で、これいっぱいポケモン映ってる。ディグダ、ゴースト、ピカチュウ。いっぱい映ってると点数高いの、理論あるんで。映して、あーでもコイルは映ってないっぽいな。何したらこれコイル撮れるようになるんだ。まあ見てて分かったと思うけど、意外となんかポケモンの生態とかもね、しっかり描写しちゃって、すごいゲームなんだよね。丸マイン、まず爆発します。どうすか？大きさいいね。890。あ、ポーズ900いいね。テクニック真ん中に映ってる2倍。3580。これは高いんじゃないか。歴代最高まである。コクーン。まあ、これは微妙でしょうね。なんか、上から垂れ下がってるだけなんで。ポツンって。これしゃーない。エレブー。死んでるエレブーどう？ポーズいいんじゃないの？これ。気絶中800点。で、真ん中映ってるから、2倍。センスあるかもしれん。あ、ズバッとは微妙だろうな。あれ、ポーズ結構いい感じだわ。え、これ写真の真ん中収まってないの？この判定で。大きい、お前の目、節穴か？やっぱ年取ってるからさ、あの、目が悪くなっちゃってます。ちゃんと真ん中映ってました、今。ピカチュウは、まあ、適当に撮ったんで、これいいっす。はい。で、ゴースト、これ顔さ、めちゃ似ちゃってるように見えるんだけど。この距離のゴースだと、ディグダ、仲良しクラブディグダ。惜しいの。あー、もうちょっとでかいといいよみたいな感じね。で、また新しいコースが追加された感じかな。おかえり。はい、爆弾がめちゃくちゃある、命の危険があるところから無事帰還いたしました。しゃ、大木の博士もねこの表情です。ということで、まあ動画時間的にここら辺で終わりにしようかな。まあ、続き、まあ、このまま動画で上げていくか、生放送で一気にやるか迷ってるんで、まあ、参考にしたいんでよかったらコメント書いといてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と高評価よかったらお願いします。